ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、聞いてよ。休日に昼まで寝たりって、寝だめしているのに、仕事中にあくびが出ちゃうほど眠たいのよね。あくびは上唇を舐めると止まるんだぜ。いやいや、そんな簡単なことで止まらないわ。それが止まるんだ。上唇を舐めるときに使う筋肉と、あくびに使う筋肉が同じだから、上唇を舐めることでこの筋肉を使うからだぜ。へぇ、次先輩の前であくびが出そうになったら、マスクの下で上唇を舐めてみようかな。私もこれで会議を乗り越えたことがあるんだぜ。だから今回はガチで役立つ雑学を10個、ババン、と紹介するぜ。霊夢でも日常で使えるものを集めてみたぜ。なるほど、私でも使えるのね。まず最初に紹介するガチで役立つ雑学は、柔軟剤がない時はリンスで代用可能、だぜ。え？リンスは髪につけるものでしょ？洗濯物と一緒に入れたら大変なことになるわよ。そのまま入れたら、塊が残って洗い残りになるんだぜ。ほら、私の言った通りじゃない。でも 200ml のお湯にリンスをワンプッシュ溶かして、柔軟剤の投入口に入れて普段通り洗濯すると、きちんと柔軟剤の代わりになるんだぜ。液体に溶かして使うのね。お湯じゃなくて水に溶かすと、リンスは水に溶けにくいから、洗い残りになるんだ。水に溶けにくいけど、お湯にはちゃんと溶けるのね。間違えて水を使わないようにしないといけないわ。でもなんでリンスが柔軟剤の代わりになるのよ。それはリンスに含まれる、陽イオン性界面活性剤が関係しているんだぜ。その陽イオンなんちゃらって何かしら？陽イオン性界面活性剤は衣類の繊維を整えて、ふわふわにすることができるんだぜ。それが柔軟剤の代わりになるのはわかるけど、なんでリンスの中にそれが入っているのかしら？リンスとして使うときは陽イオン性界面活性剤は、帯電防止の効果を目的として使われてるんだぜ。その効果があることによって、リンスをした後の髪は、串通りのいい髪になるんだぜ。もしもの時の柔軟剤の代用品にするために、入れているわけではないのね。もしもが大前提の商品なんてないんだぜ。それくらいわかってるわよ。では、次の雑学だ。ガチで役立つ雑学2個目は、人間は満腹になると耳が遠くなる、だぜ。耳が遠くなるのは歳をとってからよ。そんな簡単にお腹いっぱいにならないわ。老化も耳が遠くなる原因の一つなのには変わりないぜ。だが今回の耳が遠くなる、は一時的なものなんだぜ。一時的？ということは一旦耳が遠くなっても回復するのね。そうなんだぜ。満腹になると耳が遠くなる原因として、ホルモンが関係しているんだ。ホルモン？人間は空腹で食欲が湧いている時は、オレキシンというホルモンが分泌されてるんだぜ。そのオレキシンってのが耳が遠くなる原因なの？いや、オレキシンには脳を覚醒させたり、食事で得た糖分を筋肉に取り込んだりする、作用があるんだぜ。それと耳が遠くなることとどう関係あるのか、全く想像つかないわ。食事をするとオレキシンが減り、脳が覚醒状態から一転して、リラックス状態になるんだぜ。確かに食べた後はゆっくりしたくなるわね。これは人間が満腹を感じる満腹中枢が、睡眠中枢の近くにあるからなんだぜ。だから満腹になって満腹中枢が刺激されると、連鎖的に近くの睡眠中枢が刺激されて、眠気が増し、結果的に耳が聞こえにくくなるんだ。知らなかったわ。それならライブ前とかは腹ごぶめとかがいいのね。では、次の雑学だ。ガチで役立つ雑学3個目は、手袋してシャンプーすると節約できる、だぜ。シャンプーを節約できるってどういうこと？霊夢は日頃シャンプーをするとき、何プッシュくらい出している？そうね、3プッシュはしないと、きちんと泡立たない気がして、それくらい使ってると思うわ。実はそれ、めっちゃもったいないんだぜ。100均でも売ってるポリエチレンのビニール手袋、あれをはめてシャンプーをすると、3分の1の量で洗えるんだぜ。3分の1の量ってのはなかなかの激震ね。一般家庭におけるシャンプー支出額を考えると、結構なインパクトのある裏技だよな。実際、手袋してシャンプーすると、面白いように泡が立つから面白いんだぜ。そうなのね。でもこれはなんでかしら？原理は簡単だ。いつも私たちがシャンプーするときは、すでにシャンプーの原液を落として、泡立てるだろ？この時、手についた皮脂汚れのために、シャンプーの洗剤部分を消費してしまっているために、髪の毛を泡立てるパワーがなくなってしまっていたんだ。そういうことだったの。だから、手の汚れに触れる前の、綺麗なシャンプーを使って洗髪をすることで、効率よくシャンプーのパワーを使えるってわけだ。なるほどねー。それは納得かもしれないわ。シャンプーで手が荒れそうだなって気になってたし、ちょっと100均でポリエチレン手袋、探してみるわね。日常生活で役立ててくれよな。では、次の雑学だ。ガチで役立つ雑学4個目は、カップ麺の空き容器で温泉卵が作れる、だぜ。カップ麺ってカップラーメンとかよね。
食べ終わった後の容器はちゃんとゴミに捨てるわ。そのカップ麺の空き容器だぜ。カップ麺の容器は保湿性が高く、中身が冷めにくい素材が使われてるんだぜ。だからお湯入れた3分後でも熱々のままなのね。その保湿性に優れた素材のカップ麺の容器は、卵をじわじわと温めて半熟にする、温泉卵作りに最適なんだ。温泉卵って作るとなると難しいのよね。それが本当なら簡単に温泉卵が作れるわ。どうやって作るの？作りたい温泉卵の数によって、使う容器が変わるんだぜ。温泉卵を1個作りたいなら縦型の容器、2個作りたい場合は丼型の容器がおすすめだぜ。え？3個作りたい時は何がおすすめなの？容器の大きさ的には2個までしかうまく作れないんだ。縦型の容器も丼型の容器も作り方は一緒だぜ。まずカップ麺の容器に熱湯を入れて、容器を温める。この時にお湯が少なすぎると卵を入れた時に、お湯の温度が低くなり、うまく作れないんだぜ。多すぎても少なすぎてもダメなのね。次にスプーンでそっと卵を入れるんだぜ。そして蓋をしてきっちり25分待つ。蓋がない場合は皿を上に乗せて代用できるんだぜ。先に卵を入れてからお湯を入れたら、ちょうどいいお湯を入れられるんじゃないかしら？先に卵を入れてからお湯を入れると、白身が部分的に硬くなってしまったり、殻にひびが入ったりするんだぜ。へぇ、順番にも意味があるのね。今度、温泉卵を作ってみるわ。では、次の雑学だ。ガチで役立つ雑学5個目は、お腹のギュルギュル音は背筋を伸ばすと止まる、だぜ。お昼頃にグーッと鳴っちゃうお腹の音が止まるの？そうなんだぜ。会議中などのシーンとした静かな空間に限って、大きなお腹の音が鳴ったりするあれだぜ。それを早く知りたかったわ。私、今日のお昼もお腹が鳴って恥ずかしい思いしたのに、空腹時にお腹が鳴るのが一般的だが、食後であってもお腹が鳴ることがあるんだ。どんな時であっても、お腹が鳴る直接的な原因は空気なんだぜ。空気がどう関わってくるのかしら？脳は血糖値が下がってくると、何かエネルギーになるものを食べろ、っていう指令を出すんだぜ。これがいわゆる空腹感なんだ。空腹感を感じると、胃は食べ物を感じるための準備をするんだぜ。食べ物が入るスペースを空けるために、胃の内部の食べ物の残りや空気を、腸へと移動させるんだぜ。その時、胃から腸へと空気が勢いよく移動すると、お腹がギュルギュル、グーッとなるんだぜ。そうだったのね。でもなんで背筋を伸ばすと音が止まるのかしら？背筋を伸ばす時にお腹に力を入れるからなんだぜ。筋肉を引き締めることでお腹が鳴る前に予防できるんだ。それなら明日から私にもできそうだわ。それと一緒に腹式呼吸をするのもおすすめだぜ。腹式呼吸でお腹にたっぷりと空気を入れることで、一時的に胃の運動を抑制することができるんだぜ。背筋を伸ばしながら、腹式呼吸をすればいいのね。よくお腹が鳴るから、本当に早く知りたかったわ。霊夢のお腹の音は正確だからな。昼食の時間や夕食の時間が一発でわかるんだぜ。音を止める方法を実践するから、もうお腹の鐘の音は鳴らないわよ。そうだといいな。では、次の雑学だ。ガチで役立つ雑学6個目は、賞味期限過ぎても食べられる、なんだぜ。え？賞味期限が切れたものは食べられないでしょ？食品には賞味期限と消費期限があるんだ。期限が切れたら食べられないのは、消費期限の方なんだぜ。同じ期限でも2つあるのね。賞味期限は美味しさの保証期限で、消費期限は安全性の保証期限と覚えたらいいんだぜ。だから賞味期限は、この期限内なら美味しく食べられるって期限だから、賞味期限を過ぎても食べることはできるんだぜ。でも無限に食べられるわけじゃないんでしょ？だって食品って腐るじゃない。食べても大丈夫かどうかは、見た目、匂い、味で判断するんだぜ。見た目は異常な変色をしていないか、カビが生えていないかを確認するんだぜ。あと粘り気が出ている場合も危険だから注意だぜ。そんな見た目の食べ物は口に入れたくないわ。匂いは酸っぱい匂いや、ツンとした悪臭がする場合は危険なんだぜ。そうなったらゴミ箱に直行ね。見た目、匂いで異常がない場合は、覚悟を決めて食べるんだぜ。食べちゃうの？最後は味で判断するから、変な酸味や苦味がある場合は危険ってことなんだぜ。味見ってことね。あ、でも卵とかは見た目や匂いなんてわからないわ。卵の賞味期限は他とは違って、生で食べられる期限になってるんだぜ。だから賞味期限が過ぎた卵は加熱すれば食べられるんだ。卵の腐っているかの判断基準は、ズバリ、水に浮くかどうかなんだぜ。卵は新鮮なら水に沈み、腐っていれば水に浮く。それなら水に浮いた卵は食べられない卵なのね。水に浮いた卵は腐っているから危険ってことなんだぜ。では、次の雑学だ。ガチで役立つ雑学7個目は、卵の殻を簡単に取り出す方法、なんだぜ。あ、卵つながりなのね。そういえば卵かけご飯を食べたい気分なんだ。その時に殻が入るから早速実践するしかないわね。その方法って私もできる？とりあえず卵を割ると殻が入る前提なのは、
突っ込まずに置いておくんだぜ。卵の殻は箸で取り出そうとしても、つるっと白身ない泳いで、うまく取れないんだぜ。そんな時に必要なのは箸でもスプーンでもなくて、指一本、なんだ。指だけで取るの？箸の二の舞にならないかしら。心配無用なんだぜ。卵の殻を取り出す方法としては、指先を水で濡らして、殻に触れて、指を持ち上げる。これだけでいいんだぜ。そんな簡単でいいの？指先を水で濡らすことで、殻が指にくっつきやすくなるんだぜ。また殻が大きくてくっつきにくい場合は、触れたまま器に押し当てて引き寄せると、うまく取れるんだぜ。へえ、それならすぐにでもできそうだわ。これで殻が取れなくてイライラすることがなくなるわね。簡単だから一度騙されたと思って、箸を使う前に指でやってみればいいんだぜ。お腹空いているのに殻が取れないからって、ご飯の目の前で待たなくてもいいのね。霊夢はどれだけ卵を割るのを、失敗してきたんだ。気を取り直して、次だぜ。では、次の雑学だ。ガチで役立つ雑学8個目は、寝る前に靴下は履いてはいけない、なんだぜ。え？私、足が冷えるから履いて寝てしまってるわ。靴下を履くことで足の表面を温めることはできるんだぜ。それに素足で寝るよりも多少は乾燥を防ぐ効果も、期待できるんだぜ。それはいいことじゃない。何かいけないの？そのメリットを上回るデメリットがあるからだ。靴下を履いて寝ると、まず締め付けるから血行が悪くなるんだぜ。それに足指を自由に動かせないから、足先に血流が届きにくくなるんだ。それによって皮膚感覚が麻痺して、脳からの体温を調節する指令が、伝わりにくい状態になるんだぜ。難しくてよくわからないわ。血流が悪くなって、感覚が麻痺するとどうなるの？簡単に言うと逆に足を冷やす原因になるんだぜ。それに通常は寝るときに体の中心の温度を下げるために、熱を放散するんだが、靴下はそれを妨げるんだぜ。また寝ている間も足に汗がかきやすくなるから、足の不快感を感じたり、足がより冷たくなるんだぜ。それは知らなかったわ。靴下を履いているんだから、冷え性対策をしているって、考えていたけれど、本当は逆だったのね。冷え性は根本的なところから改善した方がいいんだぜ。血流を良くしたり、程よく運動したり。そうなのね。寝る前にストレッチでもしようかしら。それがいいんだぜ。では、次の雑学だ。ガチで役立つ雑学9個目は、タッパーについた匂いは塩水を入れて放置するだけ。タッパーってあれよね。あのプラスチック製のおかずの残りを入れる入れ物。確かにカレーや匂いが強いものを入れると取れないわ。タッパーをプラスチック製の密閉容器全般の故障と日本ではなっているが、本当は違うんだぜ。タッパーはアメリカのタッパーウェア社の登録商標が、日本では密閉容器全般を指す言葉になっているんだ。へえ、そうだったのね。でも密閉容器っていうよりもタッパーって言った方が、なんだかオシャレな気がするからそう呼んでしまうわ。様々な食材を入れるのに使えて便利なタッパーだが、保存する食材によっては匂いが落ちないこともある。タッパーに移った匂いを取る方法は、ちょっと、もったいぶらないで教えてよ。それは濃い塩水につけ置きすることだぜ。え？それだけ？ 100cc の水に塩 3g を加えた塩水に、匂いが移ったタッパーをつけるんだぜ。しばらくその状態で放置した後、食器洗い用の中性洗剤で洗って乾燥させる。それで匂いが取れるんだぜ。放置するだけでいいのね。何個か匂いがついちゃって使わなくなって、棚の奥にしまったタッパーでやってみるわ。ああ、それがいいな。では、次の雑学だ。ガチで役立つ雑学10個目は、浴衣は男女ともに左が上に来るのが正解、だぜ。夏祭りなんかで着る浴衣よね。あれって左右どっちが上か決まっているのね。決まっているし、右を上に浴衣を着ると、個人に着せるし装束の着方だから縁起が悪いんだぜ。だから男女で左右が違うのではなくて、男女一緒で左が上に来るのね。浴衣を着る際の合わせ方は右前と言うんだぜ。さっき左が上って言ってたじゃない。言ったぜ。でも自分から見て右ということではないんだぜ。右前の前とは和服では手前という意味になるんだ。つまり自分から見て右側は、自分の手前に来るように合わせるんだぜ。だから左側の袴が上に来るように合わせる。ピンとこないわ。そうだな。Y の字で考えると簡単なんだぜ。Y の字は左が短く、右が長い。浴衣を着るときは相手から見て、右側の袴が前に来るように着るんだぜ。相手から見て Y の字みたいな着方をすればいいのね。鏡で見ても簡単にわかりそうだわ。そうなんだぜ。それじゃ、今回はここで終わりなんだぜ。あら、もうそんな時間なの？また見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。